そうか、いいよ、なるほどね。それはラブクのコピーはないやろ。それはないね。僕たちも愛と平和を歌ってます。ほんまですよ。昔、イギリスの、エルヴィス・コステロっていうね、アーティストがいてまして、湾岸戦争の最中にラブソングばっかりが入った、アルバムを出しまして、そしてインタビューに答えました。多分そうやと。その時にエルヴィス・コステロが言ったのが、ラブソングが一番の反戦ソングであると。イエーイイエーイイエーイ。じゃあ次の曲決めます。ぬれぬれ。Yeah.
じゃあ次は、ですね、Take off in now, in now。
うーちゃんから何かあるそうで、ちょっと一言。うーちゃん、うーちゃん、うーちゃん、サンキュー。うーちゃん、なんてのまさかのサンキュー。おめでとう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 。
という歌です。
サクッと最後の曲をやれたと思います。フランク・ザ・ヨッタのテーマ、
がこれした。ありがとうございます。